スカーレットカラーは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2019年の府中牝馬ステークス。2015年2月26日、北海道新冠町のノースヒルズで誕生。鳥取県大山ヒルズでの育成中には小柄ながらも走ることに前向きで、柔らかい身のこなしを発揮していた。栗東、高橋両厩舎に入厩。2017年6月の新馬戦で、太宰圭介を背に2着となり、翌月の未勝利戦で初勝利を挙げる。ノースヒルズの同騎馬の中では最も早い勝ち上がりとなった。秋はアルテミスステークスでラッキーライラックの5着、白菊賞でリリーノーブルの2着だった。年明け初戦のフェアリーステークスでプリモシーンの2着に入り、賞金加算に成功。次戦からは岩田康生に乗り換わり、チューリップ賞7着、桜花賞8着という成績だった。しかし、この頃はまだ体質が弱く、調教でも十分に負荷をかけられない状態であった。秋は、ローズステークス13着を経て、秋華賞への出走を予定していたが、左後肢跛行のためレース前日に出走取り消しとなった。古馬になると体に芯が入り、デビュー時430キロ台だった馬体重は470キロ台まで増加。5月のパールステークスを快勝してオープン昇格を果たすと、昇級初戦のマーメイドステークスで3着に入る。続くクイーンステークスではメンバー中最速の上がり3回33秒4の末足で追い込み、勝ち馬ミッキーチャームにタイム差なしの2着に入った。秋初戦の府中牝馬ステークスでは、後方2番手から直線一騎の差し切り勝ちを決め、通算10度目の重賞挑戦で待望のタイトルを手にした。騎乗した岩田康生は本当に力をつけているし、距離は伸びても大丈夫。GI でもいいパフォーマンスを見せられると思いますとコメントした。その後は天皇賞にも登録されたが、回復が遅れたためエリザベス女王杯へ向かった。エリザベス女王杯では4番人気に支持され、中段やや前を追走したが、直線で前走のような末足を発揮できず、7着に敗れた。その後は、有馬記念に出走したが、勝ち馬、リスグラ州から 4.8 秒離された15着に大敗した。シーズン初戦の阪神牝馬ステークスでは2着と、好走するも、続くビクトリアマイルは15着と大敗。休養を挟み8月2日のクイーンステークスで3着の後、天皇賞へ向かったが9着に終わった。ラストランとなったマイルチャンピオンシップでは、中段のうちラチ沿いを追走、直線では最内をついて13番人気ながら4着と、好走した。12月2日付で競走馬登録を抹消、引退後は、生まれ故郷のノースヒルズで、繁殖牝馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。